かつて南軍の地に弓の名手がいたという。しかし押し寄せる妖魔の大軍と戦い、以後の行方が知れなくなったらしい。父親の行方を探していた加工派は直感した。その人物こそ父加工園に違いないと。加工派は情報をもたらした雑賀孫一と共に時を渡る。過去を変え父を救うために。孫一殿、協力してくれて感謝です。俺てっきり断られるとばっかり。まあ男の救援なんか普通ならお断りするとこだよ。昔オロチ軍に囲まれたところを加工園に助けられた恩があるんだな。いや本当助かります。頼りにしてますんで、どうかよろしく。人ってのはどこだ？おい、私の出番。あっちの方が騒がしい。君のおっさんのせいで手こずったが、やっと追い詰めたぜ。あとはその砦を落とすだけだ。やっちまえ。メス。ありおる。液晶打ち取ったり。任せときな。あれはやっぱり父さん。してもらいたいんだがね。いやいやいや、俺と父さんが揃えば楽勝だって言うなぁ。ですか。さて、息子も来てくれたことだし、反撃と行くか。了解、父さん。おいおい、俺を忘れんなよ。おお、孫一、前が男を助けに来るとは思わなかったぜ。まあ、あんたには借りがあるしな。今回は特別だ。でも父さん、本当に無事でよかったよ。どうした息子。真面目な顔して腹でも痛いのか。俺に決闘挑むなんざ100年早い。よし、とりあえずこの辺の妖魔を追っ払ったな。ありがとうございました。うん、なんだ。ひょっとして、ずっと隠れてたのか。はい、妖魔が恐ろしく。ですが、お武家様のおかげで助かりました。しいお願いとは存じますが、私の妹もお助けいただけないでしょうか。妹は人の砦に隠れているはずなのです。どうか妖魔を追い払い、妹を
美しいお嬢さんが頼んだ。断るはずがないさ。俺たちに任せときな。父さん、俺を置いてかないでよ。許すよ。私の出番か。南砦を放っておくのも。これは撃っておくわ。伏兵かよ。見事にぶち抜くもんだな、孫一。伏兵かで敵も慌てましょう。任せときな。よっ、やるな息子。よし、俺も見せ場を作らにゃ。やるな孫一、相変わらずいい腕だぜ。今さらだが、お前ら親子って言ってないよ。いやいやいや、あと数年したら俺もああなりますって。想像できねえな。お前たち親子は友のようだな。私には真似できぬ。かといって父さんを見下しちゃいないぜ。俺、父さんのことを尊敬しまくりだから。ん、大したものよ。あ、さすがですな。ここで増員かよ。これでダブれ。心配すんな。こういう時の備えはしてやるぞ。最下衆、出ろ。撃ち取ったぜ。ここで口当てろ。メッセならば地獄へ道連れになりよる。お姉さんに頼まれた。安心した。ありがとうございます。じゃあな。おいおい、まだ砦を落とせねえのか。仕方ねえ。俺様が出るか。私の出番だ。親玉が出やがったな。ちょっくら行ってとっちめてやっか。
これで敵も慌てましょう。砕いてくれよ。敵将、退散だ。敵将撃ち取ったぜ。いやお前たちが来てくれて助かったぜ。ありがとな息子孫一。これが親子の絆ってね。まあこれで貸し借りなしだ。ざっとこんなもんだぜ。時を超えて俺を助けた。おい息子、熱でもあんのか。いやいやいや、頭は大丈夫だって。すっきりしゃっきりしてるから。ま、信じられねえのも無理よね。おいおい孫一、お前までって本当なのかそれ。ま、論より証拠。俺たちと一緒に来てよ父さん。え、ちょ待てって息子。うおさすが俺
歴史上の人物に会いに行こう。心ゆくまでいたぶってあげる。神々の加護など無用だ。最近戦に出してもらえなくてつらい。刃を明けに染めることが。いらっしゃいませ。本日はどのようなご用件で。ほう、この酒を出すとは。なんともな。ありがとう。いらっしゃいませ。本日はどのようなご用件で。ほう、ありがとうございます。人でも道を踏み外せば踏みつけ切る。見守って言葉で諭して、人を導くことはできませんか。本当に優しい人だことですが、柔らかな刃は時に残酷ですよ。いらっしゃいませ。本日はどのようなご用件で。向かい。ありがとう。いらっしゃいませ。本日はどのようなご用件で。向かい。ありがとう。いらっしゃいませ。
本日はどのようなご用件で？ありがとうございました。異界の戦士アキレウスは苛立っていた。剣を振るい敵を倒すことならば誰にも遅れは取らない。だがこの見慣れぬ世界では倒すべき敵すら見出せなかった。アキレウスは放浪の果てに南中の戦場へとたどり着いた。そこへ討伐軍の追手から逃げるダッキが現れる。ダッキはアキレウスの実力を看破すると共に来るよう誘った。アキレウスにとってダッキの正体などはどうでもよかった。この女と共にいれば戦うべき相手を得られる。誘いに乗ってやる理由はそれだけで十分だった。やがて九州に入ったダッキとアキレウスは豪将毛利元就を仲間に加えてその地で討伐軍迎撃の構えを取り、奇妙な縁で集まった3人はどのような戦いを見せるのか。はぁ、元就さんは討伐軍じゃなくて私と一緒に戦いたいんだ。いいけど、元就さんってなんだか怪しいのよね。よく言われるよ。本当に心外なんだけれどね。でも怪しいというなら君も同じだろ。まだ君の目的とするところを聞いてないしね。それ私が言うと思う？そう言うと思っていたよ。まあいいさ、いずれわかるだろうからね。無駄話は終わったか。ならばさっさと戦を始めろ。アキレウスさんってほんと態度大きいわね。南中で見つけて拾ってあげた恩すっかり忘れたっていうわけ？女、勘違いするな。俺は俺の意志でここに来たのだ。ほーん、ま、なんでもいいわ。それより行きましょう、阿鼻教官の戦場にね。何か始めるの？
人聞きの悪いことを言うもんじゃないよ。私はただ君の手助けがしたいのさ。それの伏兵か。このままだと策が実行に移せないね。あっちを放っておくとまずいかな。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。悔しいがここは引かねば。敵将討ち取っちゃった。
イサブロ、終わりにしてあげる。それに組する。いずれも捨ておけん。このネメアが打ち払ってみせよう。とんでもない敵が出たと思いきや、頼もしい味方も現れてくれた。ここはネメア殿に任せていいだろう。俺たちはさっきオーバー。来い。地獄を見せてやる。不可解なんだ。なんだ、なんだってダッキにつく。愛する観測の居場所を知ってるって言うし、協力したら教えてくれるって言うし。見事に騙されてるね。千葉だが妖魔に遅れを取ると。こんなに探してもお宝が見つからない。がっくり来た。イタブロ、どこんとこまともに飯食ってねえしな。負けてくるぜ。ここは派手にやっちゃおっかな。そうね。こうでなくてはな。このままではまずいな。天下の貴族石川五右衛門目立ちスルーぜ。ここでは終われない。
いい？うっ、キャツラを始末してくだされ。我が知略に勝とうなど肩払いたいわ。助けてくれ。そんなものだろ。次こそ我が知略でお前を倒す。愛の限りを尽くしましょうぞ。私こそ古今無双の歴史家ってことでいいかな。愛の限りを尽くしましょうぞ。部活らを始末してくだされ。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。退けることができたね。予想外の敵が現れて手間取ってしまったよ。あの男なかなかやる。次こそは奴の血を軍神アレスに捧げよう。これでしばらくは時間が稼げるわね。怖い人が来る前に早く逃げましょう。あー楽しかったっと。そうだね。討伐軍もどうやら着々と力をつけているみたいだ。あのネメアとかいうやつ気に食わん。次こそこの俺がやつにとどめを刺してやる。気になるの？ま、次に会ったら好きにすれば。じゃあもうここに用はないわね。怖い人が来る前にさっさと逃げましょう。この戦、後世に語り継がれたりするのかな。全知全能たる私をけなせる箇所、言い回しくらいしか思いつかぬか、ダッキよ。それそれ、
その言い回しがガキ臭い。だから坊やなんて呼ばれるのよ。ねえねえ生命さん、あなたのお母さんって本当に狐なの？そのように言われることもあると聞いた。だが私にとって母は母、それだけだ。ほーん、いかにも堅物って感じで崩してみたい。ちょっとトータクさん、また太ったんじゃない？この世界に来てからというもの、やりたい放題、食いたい放題じゃからな。嫌になるほど生き生きしてるから、オロチ様に連れてくる人選べばいいの。いらっしゃいませ。本日はどのようなご用件で？さあ、ありがとう。いらっしゃいませ。本日はどのようなご用件で？さあ、ありがとう。いらっしゃいませ。本日はどのようなご用件で？さあ、ありがとう。戦場でのあなたの活躍には驚きました。本当にためらいなく敵を倒すのですね。憎き魔人に容赦なんていらない。撃つか撃たれるか、それしかないのだから。強い決意ですね。でも悲壮さを感じるのは私の気のせいかしら。いらっしゃいませ。本日はどのようなご用件で？酒も魚も俺の。ありがとうございます。いらっしゃいませ。本日はどのようなご用件で？友と。ありがとうございました。
小田原城をめぐる攻防の後、姉川に張られた妖魔軍の陣。その中では平清盛が蛇砲の儀式を進めつつあった。消耗した戦力を回復しようとしていたのである。いち早く異変を察知したのは異界の忍び竜はやぶさ。彼は敵の企てを阻むため姉川へと駆けた。途中同じく異変に気づいた佐治弁慶が合流。三人は連携を訳し共に姉川の地へと踏み入った。時代を超えて巡り合った三人の英雄が今蛇砲の砦に挑む。あの摩天楼がなぜここに。ここは一体どこなのだ。この世界じゃ俺様の方が先輩だから、後輩のお前に教えてやろうじゃねえか。ここはオロチって野郎が作り出した世界だ。俺様が知ってるのは以上だ。この先に感じる滅すべき邪気はそのオロチのものか。この邪気は清盛のもの。しかし滅びしオロチの気配も感じられる。小生はその源を止めるためここを訪れた。ついてくるかね、異界の客人よ。わかった。この世界の蛇を断つため共に行こう。小生の力を貸す。清盛が実の強化を行っておる。ならば他の者がこもる砦を探るとしよう。人を処理。やらないお前、端からぶちのめしていくぜ。侵入こそ忍びの領分、俺に任せろ。ここで口当てろ。せいぜいあがくがいい。関将軍、俺様が打ちのめしたぜ。時は満ちて、さらなる悪夢を見せてくれよ。すが面白い。おっさんには及ばねえが、俺もやってやろう。悪魔に味方が敵に回るとは。このままでは本陣が。お見事、さすがの働きじゃ。何やら騒がしいようじゃな。我が術の妨げにはなるまい。執着至極に存ずる。いざ参る。ここで口当てろ。熱
ズミどもが迷い込んでおるな。さすがのお働き。迷い込んだネズミは気で楽。この灰に何を割ってまいって歯を打ち、舌を破る。危険です。早く止めましょう。嘘が出る。エンネ、道を塞いでいた妖術が消えております。この地に移る妖力が弱まっているのか。今なら皆を妖術より解放できるはず。さすがに本陣の守りは固いか。味方に引き込むまでってな。見事、さすがの働きじゃ。終着至極に存ずる。慣れてきたぜ。こんな感じだろ。刀が切り切りと敵に。清盛様、神器通す。押されているか。その働き。どうなるの。このままでは持ちこたえられないか。こんなところで倒れてしまうとは。
小田原城を巡る攻防。あの摩天楼。しばし将兵の力を。清盛が実の強化を行っておるか。ならば。者がこもる砦を探るとしよう。当初に邪魔な妖魔は足からぶちのめしていくぜ。潜入こそ忍びの領分、俺に任せろ。料理様のため、ここは通さぬ。我が日は満ちた。
せてくれよ。叩く間に味方が敵に回るとは、このままでは本陣が。こいつは面白い。おっさんには及ばねえが、俺もやってやろよ。未開の客人見つけたぜ、清盛。解放できるはず。清盛様への忠義を植え付ける。待ってろ、お前の寝ぼけた頭をぶん殴って目を覚まさせてやるぜ。私は何をしていたの。おう、やっと正家に戻ったかよ。打ちのめした甲斐があったぜ。執着至極に存ずる。さすがのお働き。やった、こんな感じか。孫悟空を放っておいては危険です。早く止めましょう。菅野を働きじゃ。いざ参る。ここで口当てろ。おっと、さすがに本陣の守りは固いか。なら味方に引き込むまでってな。超引くな。来ていただけるとは。
助かりました。殺されているか。終着至極に存ずる。救援感謝します。だいぶ慣れてきたぜ。こんな感じだろ。味方が次々と敵に。ダメだ。お前が助けてくれたのか。一生恩に着ろよね。このギル殿は加われば大きな戦力となろう。やるじゃねえのよ。やるねえけど、まだだぜ。さすがのお働き。やるねえ。十分楽しめたし、退散するか。この勝負、受けねばなるまい。時は満ちた。闇はいつか滅するが定め。ここで口当てろ。お見事。さすがの働きじゃ。お前の武器妙な気を放ってるな。もしやすい、俺様に呼ぶぞ。無理な相談だ。終着至極に存ずる。ここで食い当てろ。せいぜいあがくがいい。術を解いて。何をしたけりゃ、後で獲物を持ってきない。我らは友を取り戻した。今こそ攻撃の時。王者の出現は再び世界を変容させて、世界の客人の訪れもその一つと言える。俺は妖魔を倒し続けなくちゃならねえ。義経様に認められるためにな。だからサジと一緒にいるのだ。あいつの行く先は妖魔だらけだったな。冷たい剣を取れ。貴様はここで潰され、終わる。この弁慶様に挑むた身の程知らずだな。お見事。さすがの働きじゃ。
ちゃんこにしてやるわ。この弁慶様に挑むぜ。身のほど知らずだな。終着至極に存ずる。清盛を止めねば王道めぐりとなる。オンオロチアラミタマソワカ、オンオロチアラミタマソワカ。こりゃ負けなぞ。戦に抗おうとも滅びの定めは揺るがん。無駄よ無駄。我が気迫妨たぐるものなし。清盛と孫悟空め、おかしな術を使いやがって。ま、俺様にかかればあんな術を解くなんざ朝飯前だけどね。お救いいただきありがとうございました。まだ多くの同胞が術に操られているようだ。皆の疑心を呼び起こし解放せねば。邪悪なものを撃つことが俺の使命だ。平の清盛を撃つならば協力しよう。清盛の妖力は強大だが故に追いやすい。小生が導こう。このせいか太平の妖力